プルタルコ、エリアス・カリエスは、メキシコの政治家、軍人、大統領。退任後も、革命の最高指導者として1936年まで、9月の大統領を立てて、メキシコを支配した。1877年に貧困層に生まれた。父親は、アルコール依存症だった。教師となりフランシスコ・マデロを支持し1910年に、 始まったメキシコ革命に参加し当格を表す。1915年にソノラ州の知事に任命され、閣僚を歴任した後1924年に大統領に就任。対外的にはユデンを外国資本に与えないという方針を示すと、アメリカ合衆国からは共産主義者、ボルシェビキだと認識され、両国の対立を招いた。内政では公教育の整備、 中央銀行の創立、軍隊の職業専門家など多くの改革を試みた。1929年には国内の主要派閥を初めて統合した政権党、国民革命党を創設。しかし、無神論者でありながらもフリーメイソンだったカリエスは、教会を敵視して反カトリック主義の方針を鮮明にしてクリステロ戦争を引き起こし、この事件は流血沙汰となった。 1928年の任期満了後、会見までして再立候補のお膳立てをしたアルバロ、オブレゴンが当選直後に暗殺される。その後、カリエスは後継の傀儡大統領を次々と過ぎ替え、政界の黒幕としてメキシコを支配し続けたが、その間、労働組合は腐敗し農地改革などの改革も行われなかった。区として擁立したラサロカルデナスと対立し、 敗れ1936年にアメリカに亡命。1941年に帰国して政界から引退した。1945年にメキシコシティで死去。ありがとうございます。